はい、どうも、よっぴかとゆとです。今日はですね、いただいたコメントに回答ということでお届けしていきます。今日もですね、相変わらずミキさんの作っていただいたコメント返しツールを活用しながらコメントを読み上げさせていただければと思います。まず1件目が第78話5分の呪縛にコメントをいただきました。芋んさんからいただいてます。 このくらいの時間に収めようと思ってもついつい長くなっちゃいますよね。ヨピさんの配信はわかりやすくて頭の中にスッと入ってきやすいので次も聞こうと思います。これからも配信頑張ってください。ということでいただきました。ありがとうございます。長くなっちゃいますよね。どうしてもね。まあ、こればっかりはプロのね、アナウンサーでもないので何分にきっちり収めようというのは難しいと思いますし 台本をね、しっかり作っているのであれば、目安の時間というのも決めやすいんですが、やはり台本がない状態でフリートークで話している場合は、多少前後するんじゃないかなと。まあそれでも、あまり長くならない程度にという意識でいいのかなと私は思っています。続いてのコメントは、第80話コメントを重要視する理由、コメント管理ツール大幅バージョンアップの方にいただきました。 まず1件目がミッキーさんからいただいています。個別で取り上げていただいてありがとうございます。VIP 対応、細かいところまでわかりやすく説明、嬉しい点まで取り上げていただいて感激です。私もコメント返し大好きなので、予備さんの考えもとても共感できます。放送これからも楽しみにしています。ということでいただきました。ありがとうございます。まあね、今日も活用させていただいている このコメント外出ツールの開発をしていただいているミキさん。そうなんですよね。このバージョンアップになった瞬間というのを私が気づくのが遅くてですね。ミキさんの配信を聞いてすぐに使い方マニュアルを修正して新しく利用できる機能などを説明を加えました。で、どこが変わったのかというところに関してはですね。ぜひ前回の放送、 聞いていただければと思います。これからも重宝させていただくツールになりますので、ぜひね、今後のミキさんの活躍も期待しています。続いて、マオさんから、いいねありがとうございます。勉強させていただきました。大変便利になったんですね。ということで、いただきました。ありがとうございます。今回のバージョンアップによって、そうですね、やはりテンプレート機能がついたっていうのは大きいんじゃないかな。 ラジオ配信されている方の中で概要欄をしっかりと書かれる方というのは基本的には他のメモ帳アプリなどにテンプレート作ってそこからコピーして貼り付けるという作業をしているかと思うんですけど通常のね配信であればそれで OK なんですがこういったレター回答会に関してはねわざわざメモアプリを開かなくてもツールの中で完結できると いうものになっていますので、まあ多くの方にね、ぜひ利用していただければ、その良さも分かってもらえるんじゃないかなと思います。続いてのコメントが、第81話、Twitter の新機能、フリートはどうについていただきました。コメントはうさこさんの方から、よく分かっていない機能でしたので助かりました。ありがとうございました。ということで、いただいています。ありがとうございます。フリート機能ね、どうなんですかね。 実際に11日に機能が登場して、私もすぐに利用させてもらって、まあ動向を見てるんですが、いろいろとね、思うところや考えるところもあって、いや、これどうやって使っていこうかなというのをちょっと今考えているところです。多くの方はまだ様子見だという人も多いと思うんですが、 工夫次第でね、これは面白い使い方もできるんじゃないかなと考えてますので、それはまた、おいおい、この場でもお伝えできればと思います。使い方に関しては、そんなに難しい機能ではないので、もし手持ちの端末の中にね、アップしてもいいような写真とか動画があるのであれば、ぜひ試しに投稿してみるのもいいんじゃないでしょうか。今回は、 ツールがバージョンアップして初めてのコメント回答ということでね、早速テンプレート機能を使って貼り付けていきたいと思います。で、今回のバージョンアップに関して、一点ほどだけね、設定画面でツール紹介リンクをつける、かっこありがとうございますという項目があるんですが、そこにね、チェックを つけていただくと、このコメント返しツールのリンクが入ります。もちろんね、これ、チェックを入れる入れないは自由なんですが、もしこれを聞いている方でね、このツールを使っている方がいらっしゃいましたら、ぜひチェックをつけていただいて、少しでも多くの手の人にわたって使っていただけるよう、ポチッとね、チェックをつけておいていただければと思います。 ということで、本日はこのくらいで。それではまた。